おはようございます。朝でも昼間です。おはようございます。はい、缶バッジ遅れてやってまいりました。あ、はい、3種類目3種類目ですね、はい、5月1日の沖で頼んでたのに盆栽祭り終わってから届いたという。なるほど、はい、突然ですけど、はい、今日は欅の取り木をやろうと思います、はい、ちゃんとした取り木の動画を撮りたいな。まあ今までほら取り木いっぱいやってるんだけども、ね、これを見ればこの動画を見ればもう取り木の全てが分かるっていうような、ちゃんとした教育番組的な、はい、動画を撮りたいなと思って、いろいろ昨日勉強してきました。分かりました、はい、この間の挿し木みたいにならないようにもう何も集め込みすぎて全て忘れたっていうね、うん、まず取り木の、時期なんですけど、一般的には6月、はい、梅雨の時期がいいって言われてますね、はい、5月後半から6月がいいって言われてるんですけど、実際には今日はカンカン照りです、うん、3月頃、5月、4月、3月ぐらいにやる方も結構いますね、はい、これは取り木っていうか根が出てから成長の期間がやっぱり必要なんで、うん、6月にやって8月、9月からって、成長期間短いですから早めにやるっていう人結構います。一般的にはまあ6月がいいって言われてて、今日は5月の後半ですよね、はいはい、時期的にはいいかなというふうに思います。で、目的は、今日長くなりますね教育番組ですからいろいろ文献とかを調べると、数を増やす、木の数を増やすということと、弱った根を再生させるっていうことが書いてあるんですけど、はい、現実的にはですね、例えばああいう木のいいところを取って、うん、上のいいところを取って、例えばミニ盆栽をする人なんていうのは大きい木を買うんだけども、いいところを見つけてそこで、小さいいい豆盆栽を作ろうとかいう、はい、やり方と、うん、それから腰高になった、例えば欅なんか腰高になったやつを短くしようとか、で、あと粘りを作ろうというような目的でやることが実際多いと、はい、いうことですね。今日はですね、この取り木をしながら、根がですね、これは実はまあ去年買ったのと同じ種類なんですけど、うん、根がこんな風になってるっていうことが分かってるんで、はい、今言った木の2つですね、うん、腰高のものを短くしようということと、粘りを作ろうという目的で、やるということですね、はい。でもうちょっとお勉強の話、うん、ちょっと長いですけどで、いつも勉強してきたんで、はい、取り木はね、大きく3つあるんだそうです。3つ、高取り法っていう、高いところで取る、だから庭木なんかの高いところにこう仕掛けて、盆栽作ろうとかね、はい、高取り法っていうのと、それから、圧上法って言って、圧っていうのはね、圧力の圧に条件の上、うん、で圧上法って言って、木のね、枝を、例えばこういう枝をこれをやっちゃうと折れちゃうんだけど、こういうやつをぐーっと下げていって、この中に埋め込んで、ここから根を発根させようという方法ですね、はい、で、あと下に枝出てますけど、土を持ってですね、要は根の位置を少し上から出させようということで、盛り土法って言って、ちょっと上の方に持ってですね、そこから根を出させるというのがあるっていう、大きく3つですね。で、さらに分かれるのは、はい、我々よくやってる、感情白皮っていうのが、はい、その高取り法の方中にもいくつか方法があります、うん、という方の中に、で、その代表選手が感情白皮と言われるようなことで、はい、で、昨日ね、ちょっといろいろ調べたんですけど、感情白皮しか、ね、出てこないんですよ、うん、で、それ以外には小白類でやるようなアルミ線でギュッと縛ってやる方法だとか、切り込みを入れるんですね、グッと、うん、切り込みを入れて、そこから根を出させるという。切り込みって V 字にこう切っていくみたいな。ここに幹があったら、こういうふうに、こういうふうに、例えば3箇所、4箇所こういうふうに斜めにサクッと入れて、サクッと入れて、そうすると確かにそこってこう立ち上がりができるじゃないですか。それから切り込んだところって表面積が広くなるんで、うんうん、意外といい、うんうん、で、さらに言うと、そこはね、行き道って言って、この、全部切ら一周切らないから、はい、枯れるリスクが少ないわけですよね、うんうんうん、まあ、その分だけ根が出る可能性も低くなるわけですけど、はい、まあ、そんなようなことでそれぞれまあ特徴があるんで、うん、今日はね、その3種類をやろうかなと、いうことで超た、で、来年1年経った後にこれを比較してですね、
どういう違いがあったのかというのをやってみようかなと。なるほど、で、あとは小さいやつもちょっとチャレンジしようかなと思うんで、ミニ盆栽ですね。さらにあるんだと思って。あ、なんで環状剥皮をね、2つぐらい残りやってみようかなと。あの超ミニ、だから例えば目安としてこれが7センチから10センチぐらいのものを作っていこうとすると、さらに5センチから7センチぐらいのものを作っていきたいなということで、2つ余るんでね、そんなことを考えてます。とりあえず言いたいことは言えた感じ。言いたいことは言えた。だから一回これちゃんと動画を取り木はもうこの動画を見れば取り木は全てわかるっていう、なるほど、バイブル的な、バイブル的な、で何度も何度も見返していただいて、視聴回数が増えるという狙いでっていうのをやってみたいというふうに思います。完全解説、完全解説ですね、完全版みたいな。そうそうそう、これを見ればもう取り木の全てがわかる、うん。高さの短いやつを作るっていうことを先話しちゃうと、こういう距離があるやつっていうのはやっぱりどうしても背がそれなりに高く必要になってきちゃう、なんで、ちっちゃく作ろうとしたらできるだけこういう小枝の出てるやつですね、こういうのがやれば例えば5センチとか可能性があるわけですよね、こんなのとか。あとだからこれなんかもやっぱりこう間がないですから、まあ、吹いてくる可能性もあるんですけど、この2つはちょっとミニで5センチを目指そうということですね、はい。じゃあこれは置いといて、そしてじゃあまず環状剥皮からいきますかね、それで環状剥皮ですが、環状剥皮の特徴というのは発根率の高いもの、要は皮むいちゃいますんで形成層を完璧に取っちゃうということで危険性も伴うわけですね、だから発根率の高いこういう臓器類なんかは環状剥皮をやるということになります。とまずぐるっと剥くんですけど、いろんな方法があって、例えばこういうまた切りみたいなもので、これでこうやってぐるーっとやったりとか、あのハサミでやる人もいますよね。これでぐるーっとですね、ぐるーっとですね、これでぐるーっと一周、一周一周ですね、切れ込みを、入れます。はい、多分あの、ああ多分あの、切っちゃった、 NG です。こんなことある？ああ、ちょっとこれ、ちょっと。そんなことある？これはサスキに。サスキに、ね、今日はサスキの動画っていうことで、切ってみます。いやー、ちょっとやりすぎましたね。つけておきましょう。葉っぱ減らして。葉っぱ、ね、葉っぱ減らしてね。サスキしましょう。サスキしましょう。ちょっと一本ここ追加になりました、こっちに。さすがだな。今日はサスキの違う今日は取り木ですね、はい、ちょっとやりすぎましたね。環状剥皮です、はい、あの軽く力入れすぎると、切れちゃうことありますんで軽くですね、ちょっと段階的にやりましょうか、はい、で、下の方はですね、幹の 1.5 倍、幹の太さの 1.5 倍ぐらいをやると、はい、慎重にね切れるかっていう、いや相当いいハサミなんですねこれで、人によってはですね、これもちっちゃいんでこんな風になりますけど、はい、まっすぐにしましたけど、こうギザギザにやる人もいますね。あ、それはまあその表面積を増やすためにギザギザに、やっていく人もいますし、まあこれはもう細いんで、まあ、まっすぐやっちゃったと、はい、今線を2本、そうですね、線を2本浅めに入れましたんで、ちょっとうまく抜けるかどうか、線を引いたところにこう彫刻とかピタッて止まるって感じですかね。そうですね、そうですね、これ止めるってことですね。短く、さっきこの 1.5 倍って言いましたけど、うん、短い距離で切っちゃうとカルスが巻いちゃってくっついちゃうんですね、上と下が、カルスが巻いて、ところがこれだけ、まあこれだともう今2倍ぐらいあると思うんですけど、2倍ぐらい切ればもうさすがにキャキマ諦めるわけですよ、はい、ああ、そこまでやられちゃっちゃってなるわけですよね、うん、これでもうカルスなんか巻いてたらとてもじゃないけど上枯れちゃうよっていう話になって、じゃあどうするかって言った時に、ここに水ゴケがあって なおかつ水があると、あ、よし根を出そうと、ケヤキもバカじゃないから考えるわけですよ、うん、でこういう距離を長く作るということと、この剥く距離ですね、それからこの薄皮の甘皮っていうんですかね、緑色 の皮があるんですけど、それも残ってるとカルスは巻きやすいですから、しっかりと深めに、切ってあげると、あれどこで切ったんだっけ、はい、少しだから黄緑色のから白いのが出るぐらいまで深く切ります、はい、で特に一番大事なのがこの一番上ですから、ここはやっぱりきれいに最後にもう一回
まあ、切れる刃物でやった方がいいですね。でここはさっき言ったように少しこう削るような感じで、もうちょっと太いとね、削り込むんですけどね、少しちょっと怖いんで、芯までってことですね。そうですね、もう本当に白いのがはっきり見えるぐらいまで、はい、でここに何しろ甘皮を残さないで、カルスを巻きづらくすると。いろいろこういうビニール袋持ってきたんですけど、はい、全くこれ距離がないんで、うん、網底ですね、網底をぐるっと周りやるんで、大丈夫ですね、うん、はいはい、こんな感じで、でルートンは一応つけます。ちょっと一回心配なんで、あまりこれ乾かしちゃうといけないんで、入れた状態で。ルートンはなんかいろいろありますね、賛否ね、うん、両論、意味ないよ、根は出ないよとかね、はい、根の数を増やすんだよとかね、ね、うん、いろいろ人によってあるんですけど、うん、まあ私としては結構ルートンのおかげで根が発根してるように感じてるんで、一応つけます。でこれもね、なんかつけすぎちゃいけないとかね、そうなんですか、そういう人もいるんですよ。発根促進剤ですからね。促進剤ですしね、出さそうと思ったら努力しろよみたいな感じですよね。何かやろうぜって思いますよね。根は出るので上のところに。上のところですね。あ、そうそう、ごめんなさい。下はつけてもしょうがないですね。はい。はい、だから下はもう多分ダメです。最初言った取り木の目的の数を増やすって意味では、多分下はほとんどダメで、まあ残したことも何度かありましたけど、あんまり出てこない。で、事前に用意しておくのがこの水苔ですね。はい、水苔は今朝もやったんですけど、できるだけやっぱり細かくします。はい、プロの人はそういう専用の細かいやつ使ったりとか、ふるいでね、こう細かくやるんですけど、はい、私もあんまりでかいこう枝とか入ってるの嫌なんで、塗り直しました。あ、ちょうどいいですね。で、アルミ線で止めます。これもう引っ掛けるだけって感じ、うん、そうですね、引っ掛けて一応ネジで止め、ネジでじゃないや、止めときます。ネジって、ね、ネジって、ネジじゃないですね。これは別に何でも、うん、何でもいいですね、うん、で少しこれでちょっとグッとやれば、入れれば固定す、安定するんで、はい、いいと思いますね。で、これで水苔を巻いて、そうですね、水苔、これも単純な水苔だけですか、そうですね、水苔だけですね。赤玉入れたり、あ、そうですね、赤玉をねちょっと入れたりもいいですね。あんまり発根にはやっぱり水が、なんていうかな、切り口のところにしっかり水がないとダメなんで、水苔やるんですけど、仮に根が出た後のことを考えると、やっぱり水が多すぎちゃうと根が成長していかないんで、あ、そうしましょう。ちょっと、はい、じゃあこれを周り入れましょう。はい、ちょっと土が大きい、大きいですね。ちょっともうちょっと細かい方が良かったんですけど、いいね、なかったので、なかったので、はい、大きいやつを、まあ根が成長してその後伸びていくことを考えればこれでもいいかなと。まあ、水苔だけでも大丈夫だし、そうですね、そうですね、だけでもいいですけどね。変な話、水管理さえしっかりしとけば赤玉だけでもいけるんじゃないか。あ、そう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 、赤玉だけでやる方もいますよね。赤玉やって上に水苔の人もいますよね。あ、そうそうそう、混ぜる人もいるしね。それは自分の、そうですね、はい、なんで考え方でね、うん、私はまず発酵のためには水苔がしっかり切り口になきゃいけないからっていうんで、周りに水苔やって、はい、周りは土でと、うん、はい、いうことで、で水やりですね、はい、簡単ですね。簡単です、はい。あとはカンちゃんとゼンちゃんに託すと、託すということですね、うん、これでもう放置して1年後ぐらいですか、うん、そうですね、1年ですよね、来年の3月ということですね。まあ、あんまり上はもう元気つけた方が根は出るんで、うん、よっぽどひどければ後で切った方がいいと思いますけど、じゃあ2つ目の方法、全部で何個あるんですか3つ全部で3つで、今1つ目、今1つ目ですね。もう1本分ぐらい回してる気がとりあえずこれが基本的なやり方ですということで、基本的にいったんこんな感じで、はい、あと2つですね、はい、ありがとうございました。あ、違う、はい、ということでこれが一般的なやり方ですということで、はい、第2部でアルミで縛る方法ですね、はい、でこれは漂白類なんかに、向いてる方法って言われていて、うん、はい、
要は発根率が低いのに無理に間質破棄すると枯れる可能性がリスクが高いということで、アルミ線でですね、ここのところをギューッと縛って、あ、これちっちゃいようか、どれでもいいや、ギューッと縛って、そこから根を立たせる。で、普通の我々針金かけなんかやっててもそうですけど、アルミ線をこうかけ、アルミ線というか銅線とかかけて置いとくとそこ太りますよね、うん、巻き込んじゃうぐらい太って、そうすると、これのいいのは、一つはそのリスクが少ないということと、はい、アルミ線をぐーっと縛って巻くことによって、その上の太りを得ることができるということですね。まあ、可能性が高いということですね。発泡粘りで作るということと、立ち上がりを良くするという二つの目的があって、発泡粘りを出させるためには、環状白皮の方がいいし、立ち上がりを、こういう立ち上がりを作るには縛る方がいいよと、うん、でただし、根の発根率は低くなりますので、まあ、時間がかかる可能性が高いと。イメージだと1年じゃ出なそうな、うん、出ないかもしれないですね。あるいは出てもね、あの硬根になっちゃうとか、うん、ちょっと適当に縛って、これもちょっと折れないように注意しましょう。この辺ですかね。適当に1回縛りますね。危ないですね。とりあえずね、1.5 ミリ使いました、はい、これもうポキッといっちゃうんで、あーちょっとあれかもしれない、あー危険かな。こうやって針金の下、上から出るんですよね。上からですね。ですよね。はい。かけました。ちょっと食い込むぐらいですね。ちょっと強めに。ちょっとというか、うん、強めに。かなり食い込んだ方がいいと思うんで、もうちょっとやっちゃうかな。ちょっと危険ですけど。またポキって。またポキって。また？またのことありましたっけ？もう一つですね。はい、もう一本下に。あ、そうなんですか？うん、いや。で実はちょっとやりたいことがあって、はい、2本やるのは見たことないか。ああそうですか、はい、実はねもう1本やるんですというのをちょっと考えたんです。あ、これ一般的なやつじゃなく、あ、じゃなくてごめんなさい、この辺は私のオリジナルでちょっと考えた方法で、はい、はいはい、それでここにですね、さらに直径の大きい、これが 2.5、 これはかなり危険ですけど、このこれは本当オリジナルです、私の。この1本とこの1本の間に1本入れたいなということで、入れるとですね、そこに根がぶつかって横に行くだろうと。ちょっとやってみましょうかね。これ太いな。ごめんなさい、これちょっと太すぎる。これは軽くていいんです。あれ？ちょっと待って。ちょっと下がっちゃったな、下がっちゃったな、下がっちゃった。なんかすごいことになってきたの。何やってるか全然分かってないです。あのね、要はアルミ線とアルミ線の間にもう一本太いの入れたいんですね。アルミ線とアルミ線の間に、アルミ線とアルミ線の上に太いのを入れて、うん、要は出てきた根が その横に行くようにいうのをやりたいんですね。今ちょっと強く縛りすぎちゃった。矢島さんのやってた、あ、そう、それと意味はフィルムみたいなことを、フィルムみたいなことですね。同じ話ですね。やってますけど、本来は1本でいいと。本来は1本でも大丈夫ですね。ただ巻き込んで、ただ食い込んじゃう可能性もあるんで、そうですね、要は1本だと、そう普通のだから針金を巻き込んじゃうのと一緒で、うん、1本だとそのまま巻き込んじゃう可能性があるから、そういう意味では私はずっと2本やってますね、うん、針金を巻く方法の場合は、うん、はい、大丈夫ですか、あのん取り木の完全解説動画ですごいオリジナリティのオリジナリティのあることをやってますけど、基本はだから針金、じゃあいつも2本、あ、針金は私は2本でやってますね。間隔ちょっと開けて、間隔、うん、開けないで、開けずに2本、だから本当は2本も3本もやった方がいいんだと思うんですよね、うん、確かに縛ると一部分だけ縛らない部分があるじゃないですか、うん、そう回してるところが、そうですね、だからその逆側にもう1本巻くのはいいかなって、うん、そうですね、それが通常って感じですね、うん、そうですね、ここのイメージなんですね。綺麗にできてないんですけど、とりあえず上のところで縛って、ここが膨らんできて根がぶつかるようにさらに大きい針金を設けたということで、うん、横に行くように根が、なるほど、はい、ということをイメージしましたけど、ちょっと綺麗にあんまりできてないんですけど、あのやりたいのはそういうことですね、はい、はい、ということを言いたかった、言いたかった、はい、言いたかった、できなかった、はい、できなかった、できなかったですよ、ダメですね、言いたかったっていう、そういうことですね、はい、これが、2つ目です。あ、これまだ終わってないか、まだ終わってない、ここから同じですかね、同じですね、ここから同じですね、水ぼけ巻いて、はいはい、って感じです、そうですね、じゃあ同じ作業を、はい、で、このこれ
一般的にはこっちの方が多いじゃないですか。これが多いですね。感情白衣。そうですね。これはこっちの方が早いんですね。早いし、発泡粘りが出やすい。出やすい、うん、でこっちは木が枯れる心配があまりない。あ、ないし、下の、なんですかね、立ち上がりが太る可能性があると。だけど、これ多分1年で外せると思うけど、はい、早ければもっと早く外せますよね。そうですね、はい。これはどのぐらいなんですか。まあ、でも1年ぐらい見た方がいいんじゃないですか。だからこれだったら、うまくすればだって9月とか、うん、外すことは多分できると思うんですけ ど、 なるほど。ただ、それからやっぱり冬に向かってきますから、はい、私は来年3月まで待ちますけど、うん、これは場合によっては、うん、もう1年ぐらい待つような。かもしれない。なるかもしれない。1回は1年後に1回外してみて、どうかなっていう感じですね。少しこう、根が出てるかどうか確認して、うんうん、ダメならまたかぶせてということなんですよね。大抵はね、やっぱさっき言ったカルスができて、根が出ないっていうのがよくあるんですよね。おにえの靴です。気づきました、今。あ、そう、なんか珍しい。かっこいいなと思って、青い革靴って、かっこいいなと思って。はい、2つ目。はい、2つ目、できました。なんか書いてありますよね。感情と、はい、何かね、はい、じゃあこれがね、3つ目の方法。これは見たことない、はい、切り込みを入れます、はい、3箇所か4箇所切り込みを入れるんですね、うん、で多分ね、私昔そぎ上げ法ってなんか見た気がするんですけど、昨日一生懸命調べて出てこないです。だから多分そういう言い方しないんだと思うんですけど、要はこう上に反り上げるよ、そぎ上げるような切り込みを入れるっていうことですね。で3箇所か4箇所で3箇所か4箇所ですね。でとりあえず1箇所入れますね。ちょっと深く入れすぎちゃった深く入れすぎちゃった。ちょっとやり直しましょうか。やり直すとかちょっとじゃあ2箇所にしますね。2箇所うまくこれちょっとぶつかっちゃってできないんで、うん、切り込み同士がつながらない方がいい。あ、そう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 。でこう上げてですね、本来はこの間のにルートをつけた脱脂面をこの中に入れるんですね。小さすぎてできないんで、ちょっとやり方だけ。でなおかつこれちょっとで上げると、うん、ちょっとね、この感じですね。で本当は今ちょっとだいぶ間空いちゃいましたけど、3箇所ぐらいということで、これをやると、これもやっぱり立ち上がりができながらも完全に切っちゃってないんで、行き道が残ってますから、うん、枯れるリスクが少ないということですね、はい。でこれちょっとあれが入んないんで、彫刻刀にルートルートを今のせつけて、それで一石二鳥じゃないですか。まあそうですね、そうですね、これもオリジナルですね感情白衣と何年の中間ぐらいの、中間ぐらいですね。だから両方のいいところですね。このこれでもう立ち上がりできちゃうわけですよね。立ち上がりができて、まあ感情白衣に近いけども全周切ってないということですね。作業時間も作業時間もこっちの方が多分短いです ね、 ですね。じゃあ2箇所切り込みを、本当は3箇所がいい、ね、本当は3箇所から4箇所って言うんですね。ちっちゃいんで。そうですね。どうなってたの、巻いちゃいそうな気もしますけどね。しますね、イメージだと。そうですね。だからやっぱり脱脂面なんですよね、隙間にね、うん、だからちょっとこれあれしましょうか。行き道なくなっちゃうけどやっぱり入れたくなりますね、うん、そうですね、ちょっと入れちゃいましょうか。全然違う方法になってますよね。できればちょっと下に感情白皮もしたいぐらいですよね。さらに間開けるために、完全オリジナル版になっちゃった。でも多分ね、根は下に出そうだから、そうですね、針金も巻いたいたいし、そうですね、そう全然違うものになっちゃって、これ意外と一番いいかもしれないですね、それやったら。そうかもしれないし、ちょっと急遽ですけど、うん、それそうしましょうか、なんかまあやり方としては、もう説明できてるときっと思うので、そうですね、そうですね、やってみましょう。はい、やってみましょうか、ね、アルミも巻いて、感情白衣を紐してという、トリプルバージョンで結局、ね、行き道もなくなりましたけど、うん、はい、そぎ上げ法に感情白衣を、こっちもそうですね。そぎ上げやる意味あるんですか、これ。ただの感情白衣にただ感情白衣に、まあ、立ち上がりを良くするっていうだけですよね、切り込み法 の、 利点である行き道血を残すっていうリスクを抑えるというのがもうなくなったっていう、なくなりましたねいうことです ね、 ね、これもあとはまあ同じようにやるということで、一応切り込み法にしておきます。
3つ目、切り込み法ですね。切り込み法プラス感情白皮という切り込みの意味が全くなくなっちゃったんですけどこの3つができたとということですね。これだからあと、2本ずつやりますんで、はい、来年1年後にですね発根率がどうなってるか、うんね、それから立ち上がりがどうなってるかっていうのを見てみたいというふうに思います、はいはい。まあ、一般的にはこれですよね、はい、そうですね、そうですね、それが一番いいですよね、うん。であとは小白は針金方法か縛る方法が安全と言われてますね、はい。ただ小白も発根率でいうとこっちの方が高いです、はい、高いですね。だから心拍だとか、石灰ヒノキなんかは感情白衣できますよね。五葉松も感情白衣したら1年で根出たんで、ね、あ出たって言ってましたよね。そうそう、はいはい、だからそういう出やすいね五葉松はいいんじゃないですかね。そう思います、はい。まあこの辺を使い分けて、これはちょっと分かんないですね、うん、そうだ、あんまり見たこともないで、最近あまり調べても出てこなかったんで、うんうん、発酵率はあんまり良くないんだと思うんですね、うん、あの行き道があるだけにね、はい、ということでただ、まあ、やちょっといろいろやってみたということで、はい、また1年後お会いしましょう、お会いしましょうと元気な姿、はいはい。でこの後おまけでおまけで、ちょっと、追加でやりますので、やります、ちょっとご覧ください、ご覧くださいと、そちらの方も、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、はい。おまけ、はい、おまけでということで、これは、サスキのためにあえて切ったあえてねあえて切った多分あちょっと葉っぱ多いとやっぱり根が出づらいんで、はい、切りましょう、ね、はい。もしこんなことがあったらね、万が一ね、万が一のことを想定して、そうですね、こういうことを、自らこの間のチャレンジをね皆さんのためにするときはちょっと葉っぱ、そうですね、減らした方がいいってことですね、うん、減らした方がいいですね、はい。だっていいですもんね、できたらね、そうですね、こんなちっちゃいのがね、要は根っこの処理を したいってことじゃないですか。そうですね、そうですね、だから、まあ、挿し木でもいいっちゃいいんですよね、いいっちゃいいですよね、うん。でこんな短いね距離でね、そうですね、できたらいいんで、これでもうちょっとねここら辺の懐出てくれるといいですね、うん、はい。それで水にしっかりつけておきましたんで30分ぐらい、はい、はい。これは、このルートをつけて、ぐーっと刺しておくと、はい、本当は固定した方がいいんですけどね、うん、これであの水をスーッとかければギュッと締まると思うんで、はい、まさしく取り木ですよねこれね、刺し木です一般的にはね取り木じゃないです取った木ですからね、取った木を刺すから刺す木、まあいいや取られた木取れちゃった取れちゃった木取られちゃった木取られちゃった木それと、もう一つはこれですね、これもちょっとごめんなさい、取られちゃった方、取られちゃった残った方ですね、はい。これも、先端にですねここにルートンをちょん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 、ルートンですか、ルートンでいいんですよ、ルートンつけて発根、ああそうですね、でもいいんですよ発根根は出ないですよねあれそうですね初芽初芽初芽芽出るんですか書いてない書いてないかなんかよくね水に溶ける系のやつは、うん、ああそうですね、シュッシュしたりしますけど、まあ、栄養剤っていうことで、うん、でこれをこう乗せて、なぜですか、あ、乾きを防止するために、でねこれこういう作り方あるんですよね、うん、あの、ケヤキの形が悪い時に一回バサッと切っちゃって、はい、でもそこに何かつけますね、やっぱりね、何、ね、うん、かつけてこの横から芽を出させたい、そうですね、そうですね、だからねこう、あ取れちゃった、うん、取れちゃった、もうめちゃくちゃあんまりねこうかぶせない方がいいですね、横から出るんで、そうですね、だから上に本当にスッとこうのっけてちょんちょんちょんと、ルートンがあるからくっつかない、ちょん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 で、はい、こんなことして、周りからたくさん、だからこれは二股で作る方法じゃなくてこういっぱい多管樹形っていうかね、それで作るために、はい、ただしこれが出ても根は多分あんまり良くないから、そうですね、まあ、一回またどっか取り木とか考えなきゃいけないけども、うんうん、こういう作り方もありますと、万が一トラブルがあった時、諦めずに冷静になって心落ち着けてこういうことをすればまたいけるかもしれないということで、こちらの方もまたおいおいご紹介しましょう、はい、ということでマイコーガンでした、
取り切りの完全解説。完全解説ですね。ちょっとオリジナルが入りましたけど、はい、何度でもこの動画を見てください。そうですね。で、この来年も続きが見れる。そうですね。来年もということなんで、はい、はい。どれだけ痩せたかとかね、そういうのも分かると思います。そうですね。Q さん、もしかしたら結婚指輪ある。いや、でも今年結婚する予定なんで。今のところまだ何もないですけど。まだないですね。もう5月ですから。もう5月です。はい、頑張ってください。はい。はい、じゃあ、というわけで。ということで、ありがとうございました。ありがとうございました。